さあ、イタリアユースとの戦い、イタリアジュニアユースとの戦いですね。日本の代表として頼むぞみんな。あら、若林若林いたのかよ。だったら出てくれよ。さあ、日本 VS イタリア。まずはカズオくん。ちょっとカズオくんの能力値ではかなり厳しそうな気がする。だがちょっとパスを出すには敵じゃねえ、人がいない。いや、これはちょっとパスか、いやドリブルの方が高いからドリブルか。おっと、無理だ。タックルをされてしまったら無理だろう。能力値的にかなり厳しくなってきている。さあ、敵の7番のパスはヒューガくんが止める。ヒューボロフォローするのは、おっと、新田くん、はやぶさの新田くんが来ました。2学年下なのにかなり活躍しております。ということは、この人まだ中学1年生。世界と戦うにはちょっと早すぎるのではないか。誰だ、翼はいないのか。おお、そこか。翼くん、行ってくれ。マークを外せない。やるしかない。はやぶさパス、必殺はやぶさパスだ。嘘でしょ、はやぶさをひよこだったんじゃないのか。新田くん届かない。敵の11本パスキャッチ、まずいぞ全日本。ここは相田くんが、ディフェンダーの要の相田くん、カミソリタックル。おっと、シュートを打ってきた。おお、吹っ飛ばされた。嘘だろ、さすがに吹っ飛ばされたらパンチングでも良さそうだが、ちょっと3個飛ばせるか。ガッツがあるうちにね。まずは1本止めていく。鉄壁の守備。さあ、ジト君、相田君の怪我は大丈夫か。吹っ飛ばされたが、さあ、翼君、ヒューガ君、ヒューガ君、ジト君からヒューガ君にパス。さあ、ヒューガ君、ここペナルティエリアで持っていってゼロ距離で決めてほしい。いけるか、タイガーショット。もうちょっと持ちたかったが、ちょっと怖かった。パンチング、おお、吹っ飛ばせない。さあ、カズ君フォロー。連続攻撃、ケルナンデス君倒れている。ここはチャンスだ。翼君行ってくれ。低いボール来た。ケルナンデス君倒れている。ここだ、ここで決めるんだ。ゴールデンコンビ、ツインシューター、キャッチ。おっと、キャッチで弾かれる。美咲くん、さらに、もう一回、いけ。サイド、ゴールデンコンビ打っていく。キャッチ、嘘。マーグレじゃないぞ、これ。マーグレじゃないぞ。キャッチで弾かれている。どうやって1点入れるんだ。ツインシュートでダメだったら、タイガー？タイガー？タイガーでも入るか、これ。ちょっと。敵の9番シュート。パンチング。おっと、取れない。低いボール。あぶね。嘘。さあ、2人ついた。これは厳しい。めちゃくちゃ厳しい戦いになった。おっと、相田君、鋭いタックル、鋭いが出た。あ、そうか、クリティカルを狙うしかないのか、これ。嘘だろ、嘘だろ、ちょっと。いやー、通るかな、これ。あ、通らない。前のやつ気になったなと思ったけど、ちょっと右に切り込むべきだったか。いや、多分疲れたらね、取られちゃうんだよね。だから疲れる前に出さなきゃいけないんですが、強烈、いけるか、消え。おほほ、強烈でも止めた。守護神、鋭いパス。クリティカルでも止めれるんだ。ってことは、ヘルナンデス君も止めれるんじゃないか。それは、新田君に渡したいところではあるが、いいか。とりあえず新田君に渡して。新田君のパラメーターじゃすぐ取られちゃうので、敵が来る前にうまく翼とか美咲とか、美咲翼、中央に戻そう。翼くんに戻し、
敵の4番来た。ここはドリブルで抜いていく。おっと翼くんですら取られる。敵の4番パス、三崎くんボールに向かうが届かない。敵の11番パスキャッチ、敵の攻勢になった。やばい、これはまずいぞ。得点が入る圏内、あと5分あります。タックルで、そうだタックルが、カミソリタックルが、ここは入れられるわけにはいかない。消え、オッケー。3分40秒まだチャンスある。さあ全日本頑張っていきたい。さあ日向くん来た。日向くんそのまま行って、うわ日向くんのガッツもめちゃくちゃないな。これどけい、抜こうとするが、おっと強引なドリブルが、よしフォローした、オッケー。いやこれでも、いや翼くんなんでそんなところに。ヒューガ君か、こう出してヒューガ君に出して、ちょっと待って、いやこれ時間がない気がするが、ヒューガ君にセンタリングからの20秒あれば打てる。うおー10秒いけー、え、キャッチこれ無理だろ。倒れた状態でツインシュートをクリティカルで出せば、もしかしたら、もしかするけど、やっぱ森崎しかいないよね。若林いないよね。若林なんで出てきたんだ、別。ちょっと。いや、じゃあ重要なのはこっちじゃん。決勝のゴールは我ら、イタリアが決めるんだ。お前ゴールキーパーだよ。お前はゴールに引っ込んでろ。敵の6番パスキャッチ、これは厳しい戦いになる。嘘、ここで同点って言ったとして、無敗なんでね、まだ負けないということで、まあ2勝、3勝1分けか、だったらいいかなと思うんですが、アルゼンチンに勝てるか、これ、イタリア、まあキーパーはこっちの方が強いけど、あ、全然隠してない。いや、うおっ危ない、マジか、ほおえ、やばい、パンチでももうダメか。いや、やべえ、今のは運が良かった。嘘だろう。いや、佐野くんのドリブルね。おお抜いた、まさか、おちょっと待って。そんなに抜けないでしょ。さすがにタックル選んでくれる。おっと佐野くん無双。5人抜いた。まさかの。いや、2みたいにさ、見過ぎ分のガッツ、ああ、オッケーか。2みたいに敵のキーパーが来てくれるんだったら、ゴール空っぽとかできるからいいんだけど、1はそのシステムないから、あ、ヒューガ君全然だ。いや、嘘、なんでなんで取られたんだ、センタリングじゃないとダメか。やっべえ、敵の11本パスキャッチ、一気に、来たぞ。敵の6番。敵の6番パス。パス回しをしている。遊んでいる場合か。敵の10番真正面からシュート。これはやらざるを。え、取れない。キャッチできないのか。うおぉ、まずい。うおぉ。若島津くん倒れている。いや、もうこれやらざるを得ない。一点入れられるわけにはいかない。くー。フォローしてくれ、誰か。おー、松山くん来た。松山くん、イーグルパスをするか。ちょっと、やばすぎる。いや、これきついぞ。一点入れられたら、間違いなく終わるな。ヘルナンデスくんに一点入れれるビジョンが思いつかない。さあ敵が近寄ってきているが、いや、なんかいないぞ。うん、来てるな。さあ、ミスギリサッキー。
日向君速攻、翼君速攻、翼君まで行けそうな気がするよね。行くか。なんでいるんだよ。いなかったでしょ今。やばい、安易なパスはダメだ。さすがにそのロングパスはダメか。さあ隙をついたパスだが、読んでいる、読んでいるがダメだ。翼くんでも止められない。敵のパスは止められない。そしてこっちのやばい、ガッツがない。おー、決めさせないぞ。フォローしてくれ、頼む、フォローしてくれ。誰か、誰かを助けて。いや、9分しかない。え、これ勝てるか。いや、せめてこう引き分けに持ち込まなきゃいけないので、1点取らなきゃダメなんだよな。これだと1点取るビジョンが思いつかないんだよな。反則。通だったらここで反則を狙うところなんですが、吹き飛ばした。強引なドリブル、吹き飛ばした。強引なドリブル、吹き飛ばした。反則取ってくれよ、こんな記録吹き飛ばしてんだから。おっと、止められた。猛虎ヒューガのタックル、パスを出してくるか。くそー、美咲くん。え、美咲くん2回、美咲くん3回、出た、出た、美咲くんじゃねえ、今度は、カズオくんでした。時間を使って、ちょっと、いやいや、11点。無駄に三角飛びできないのに、そうなの？やべえ、これ。いや、やべえ。なんもねえぞ。もうこの時間であったら、もう翼のドライブを、やるしかないけど、これ、1点入るわけがないもんな、こんなもんで。さあ、こぼれ玉になるだけだしな。当たっただけで。うわー、初負けか。イタリアに負けました。お前らそんなことじゃ優勝などできないぞ。本当だよ。マレーシア、次マレーシアなんだ。いやー、これは、ちょっとリーグ表見ると、アルゼンチン戦ってないんだ。あ、マレーシアとベルギー互角、え？互角？え、マレーシア互角なの？じゃあちょっとやり直しましょう。さあ、イタリアとの再戦やっていきましょう。若林さえ出てくれればいいんだかな。さあ、新田君パースキャッチ。さあ、どういう風に組み立てる。とりあえず狙うは同点。消極的ですが、ここは同点を狙っていきたいところ。シュート、はやぶさシュート、はやぶさパスです。うまくいけば。あっさりと取られる。足元であっさりと取られる。どういうことだ、佐野くん。さあ、ここは、美咲くんのパスカットにかけよう。際どい。おっと、ドリブルを選択している。さあ、カズくん、タックルで。うわ。高い。敵の壁は高いぞ。6番、7番にパスキャッチ。7番にパスを渡していく。6、7、8と来た。さあ、8番切り込んでくる。キーパーと1対1。さあ、若林、若島津くん。三角飛び。さあ、攻守が入れ替わって、全日本の攻撃チャンス。とりあえず、どれだけ、時間を使いつつ、若島津のガッツを温存していくか。それがこの勝負ではないのか。さあ、日向くん。吹っ飛ばした。先ほど吹っ飛ばした。日向くんがドリブル突破を試みる。おーっと、鋭い出てしまった。
あっさりと攻守が入れ替わる。さあ敵の3番パスキャッチ。佐野くん追いかけるが届かない。敵の11番パスキャッチ、まずいぞ。また来てしまった。ゴール前6番パスキャッチ。おっとパス回しをする相田くん。おお、ナイスナイス。そうだやはるじゃん。さすがはエース殺し。敵にエースはいなさそうだが、さあ新田くんもいるんじゃないかこれ。あ、ちょっとダメだ。新田くんもうちょっと前に行ってくれないと。これは美咲くんに渡して少し安全圏を確保したい。だが美咲くんのドリブルでもタックルを選ばれるとアウトになっている。そういう勝負だ。これは新田くんどこ行った？新田くんどこ行った？1点入れれる可能性があるとしたらタイガーかツインシュートかどっちかなんだよな。でそのためには一旦敵を崩す必要があって、センタリング、ゼロ距離、ゼロ距離タイガー食らえ。うー、鋭いが出た。いや鋭いが出たらもうアウトですよ。さあ新田くんちょっと一旦外に出してセンタリングをかけたい。センタリングだとなぜか成功する。それがこのゲーム。低いボール行くぜ、ツインシュート。果敢にゴールを狙っていくわ。それでも通用しない。翼くんさらにツインシュート。オーバーエルは絶対ツインシュートの方が強いからな。低いボール、うわー、フォローは敵の6番。ここはパスをしてきそうな気がするが、パスカット。あー、しまった。そこはドリブルだったか。さあ敵の7番パスキャッチ、前線に送ってきた。さあそこからシュート。ここはちょっと一回三角飛びで取っておきたい。敵のシュート自体はそんなに強くはないが、ガッツがあるうちじゃないとどうしようもできないので、いやこれ崩せねえぞ、どうしても崩せねえ。さあ一旦新田くんに渡し、さあ新田くんからジャンピングボレーないかな。あれあれ、いやちょっとまずいな、まずいな、今のパスはまずいな。おっと和男くん、もう一人。あー1分だとちょっと、あ、ここだったら大丈夫ですね。時間を使って無駄と。さあ同点、そんなに同点は難しくはなさそうですね。さあ新田くんから美杉くんに変えて、いやむしろ佐野くんを美杉くんに変えて防御力を上げる。これしかないんじゃないか。さあ若島津くんに話しかけて、ねぎらっていこう。さあ敵の8番からの攻撃、まずはここをどうしのぐのか。全日本ジュニアユース行ってまいりましょう。よし美咲くん当たっているぞ。おっとカットはやっぱりできない。2人ともカットに回らないと、どっちか1点に絞らないと無理だなこれ。松山くんのタックルはなかなか強いぞ。1点に絞るか。松山タックル、お、これは、行っている。こぼれたボールは、敵のフォロー。フォローが熱い。世界の壁には通用しないのか、全日本。ジュニアユース。おっと、敵の、キ
果敢にも切り込んできたが、松山くんのマークはかなり強い。マークの松山、さあここ全員タックルで、おっ鋭い、きた鋭い、地頭くん、さすがディフェンダーといったらやはり地頭くん、伊達にタイというだけないですね。さあ正雄くん、ここは中央から行きたいですね。敵の布陣的に中央が空いてそうだった。さあそろそろ疲れている。うわー、これはカズくんだったらいけそうだけど、カズくんに渡してどうだ。一回渡すか。まあ、そこから家族にパスが通り、空いていそうな感じだが、できれば勝ちをね望みたいので、絶対に決まらないキーパーなんていないんだ。だったらですよ、決めてやる。ゼロ距離、タイガーショットだ。うおお、パンチング、くー硬い、くー硬すぎる、なんという硬さ。どうしても通用しないのか。これがイタリアジュニアユースの力なのか。お、翼くん、ナイスフォローです。さあ翼くん、ここは敵の4番5番が来たが、ドリブル突破、おっと、さすがの個人技。さあ今度は3人、まだまだ OK、 さすがです。だが多分このままだと無理だ。なんで美杉くんそこにいるんだよ。もう一回言ってくれ。あー、タイガー翼とのツインがないな。もう一度ゼロ距離、諦めない、諦めない心が大事。くそ、この高いボールを、わー、拾ってくれ。タイガーだったらこけてる可能性もあるからね。うわ、走ってからツインシュートを連発するしか、クリティカルを、まあちょっと必殺シュートでクリティカルはあるかどうかがちょっとわかんないんだけど、出るんだっけ。必殺シュートは必殺シュートで、鋭いは出なかったっけね。だったらむしろ普通のシュート打った方がいい可能性すらあるのか。キエー、オッケー、いけそう、これ同点で同点でいけそう。意外と同点はそんな難しくないのか。結構ね、何回もやり直すのかなと思ったんですが、1回目、結局、2戦目で普通に同点になってしまう。うわ、これね、美杉くんの、ハイパーオーバーヘッドを見たいんですが、美杉くんが、もうちょっと前に、あ、そうか、ディフェンダーにしたんだ、今回。そうだそうだ、ハイパーオーバーヘッドあんのかな。そうか、じゃあしょうがないよね。じゃあちょっと前に戻ってきて、さあ残り4分。さあこっから、間違えた、美咲くんでよかった。うわ、これちょっと通るか、これ。いや、これは翼くんか、いけるかな。高いボールに合わせてツインシュート。いやー、オーバーじゃ無理なんだよね、多分っていうか、いや絶対的に低いはずなんだよな。その固定観念を捨てるべきなのか。いや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 、いや、とりあえず合格だったな。譲らず。やっぱマレーシアなんだ。翼
田さん、松山、広田、若島津、三崎、三杉、伊沢、木杉、森崎、沢田。まあまあレベル上がりますね。やっぱ負けた時よりも、やっぱ勝った時の方が、経験値入りますね。勝ってはないけど。さあ、とりあえずこのまま行きますか。個人個人のドリブルが上手いため、個人技に頼る面がある。個人技なんだ、今度は。ちなみに、アルゼンチンに全体4でマレーシア負けてるんだけど。これは。あ、そうか、それは前あったか。で、スコアメモは、こんな感じと。じゃあ、スタメンを、まあ、サム君をミスギ君じゃなかった、ミサキ君に変えて、まあ、高杉君の能力値では、きついと思うので、サム君に変えて、こんな感じでね、次回やっていこうかなと思います。まあ、セーブをしといて、まあ、ただ、ちょっと引き分けたんで、こっちに、ひよってこっちにセーブしましょうか。どうしても勝たなきゃいけないかもしれないからね。というわけで次回はここからね、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。失礼いたします。